石鹸はばい菌をすべて破壊してくれますよね。石鹸がばい菌と戦っていると感じる人も多いはず。でも実は石鹸は界面活性剤で、ばい菌が手から離れる手助けをするだけなんです。ばい菌は生きたまま下水管を伝って流れていきます。ですので目的がばい菌を破壊することであれば、消毒液を使った方が効果的なんですよ。ところで家族全員が同じ石鹸で手を洗っていたら、思ったより健康的ではないかもしれないんです。石鹸がいつも濡れたままだと、有害なばい菌が繁殖する格好の場所となってしまいますからね。ですのでハンドソープを使う方がいいんです。歯ブラシを共有するのってなんだかロマンチックですね。でもダメダメ、どんなに特別な人であっても、あなたの歯ブラシを使わせないように。歯ブラシの持ち主の歯茎が不健康で、ばい菌やウイルスといったものが歯ブラシに残っているかもしれないからです。一本の歯ブラシを共有すると、有害なものが一人の口からもう一人の口へと移動することになります。ですので歯ブラシは少なくとも3ヶ月に1回取り替えて、2週間ごとに滅菌しましょう。滅菌には煮沸、紫外線、殺菌できるマウスウォッシュ、過酸化水素などなど、いろんなやり方があります。歯ブラシを洗面台に置きっぱなしにしたって大したことはないと思いますか？実は歯ブラシをきちんとしまうのは、口の健康のためにとても重要なことなんです。歯ブラシは使っていないときは乾いている必要があります。ブラシの毛は汚れに触れるべきではないので、保管のためには特別なケースに入れて上向きにしておく必要があります。ケースは通気性があるものにしましょう。十分な酸素があれば、ばい菌がブラシの毛に蓄積しなくなりますからね。そして歯ブラシをトイレのそばに置くのもやめましょう。なぜかはわかりますよね。トイレの代わりにお風呂場を使っても大丈夫。シャワーでおしっこをするのって自然な習慣だって感じる人も多いのでは。環境によくて節約にもなるという人もいますよね。ですがそれを繰り返していると、脳が流れる水の音と排泄を結びつけるかもしれないんです。そして水の音が聞こえると、いつもこの結びつきのせいでトイレに行きたくなるかもしれません。もちろんこれはあなたの社会生活で困った状況を引き起こすことになりますよね。ですので自分がそのような反応をしていると思ったら、この習慣をやめるように心がけましょう。そうすることで、やがて脳が関連付けをやめることでしょう。トイレットペーパーはどんなものでも安全。中世の時代、人々は苔や葉っぱをトイレットペーパーとして使用していました。現在は世界市場でこの問題が解決され、カラフルで柔らかくいい匂いのするトイレットペーパーがあります。私たちは平均して1日に57シートのトイレットペーパーを使いますが、原料が何なのかということについては特に気に留めていませんよね。ですが人工的な香料に入っている化学物質は炎症を起こすことがあると研究で明らかになっています。トイレットペーパーに使われている人工香料は石油化学製品が使用されており、少量であっても有害物質が含まれていることがあるんです。ですがいくら少ないと言っても、これらの物質は肌から体に侵入し、血流に入り込む可能性もあるのです。トイレットペーパーの代わりになる環境に最も優しく健康的なものはもちろん、ビデやトイレで肌を洗浄できる道具。でもやはり慣れ親しんだトイレットペーパーをやめるのには抵抗があるという人は、無漂白またはリサイクルのトイレットペーパーがいいでしょう。え？リサイクルのトイレットペーパー？いえいえ、そういう意味のリサイクルじゃないですよ。汚いな。綿棒は耳掃除のためのもの。そうですよね。それが違うんです。綿棒で耳掃除をしている人も多いと思いますが、やめましょう。綿棒で外耳道の耳垢を取り除こうとすると、内耳を傷つけ部分的な難聴になる危険性があるんです。耳の中に入れるのはやめた方が無難ですね。綿棒を使わない健康的な方法は、お風呂に入った時に石鹸水をつけたティッシュで耳を洗うこと。同じ便座を何十年も使っても大丈夫。
何十年も？いいですね。慣れ親しんだ便座って冗談ですよ。平均的に便座は5年ぐらい持ちます。ですので少なくとも5年から7年ごとに取り替えるのが理想的なんです。プラスチックの便座は軽い傾向にあり、木製のものより寿命が長いのでおすすめですが、多くの人が木製の便座の方がデザイン的に良いと考えます。木製の便座はきれいにしてバンと落として閉めないようにしましょう。トイレのインテリアに凝りすぎて便座に布のカバーまでつけ、まるで王座みたいにする人がいますよね。我々日本人ならわかりますよね。布製の便座のせいで病気や感染を起こすという研究で証明されているわけではありませんが、定期的に洗った方が無難です。ところで次期のトイレの寿命は15年から30年です。この期間を過ぎても使用し続けることはできますが、度重なる詰まりや漏れ、その他修理が必要になる問題を起こしやすくなります。20年経ったら先手を打って取り替えた方がいいですよ。手を洗う必要はない。え？トイレの後正しく手を洗うのは20人中たった1人なんです。ということは 95% の人が手を洗っていないということになります。ですが手を洗うということは有害なばい菌が蔓延するのを防ぐための簡単な方法です。ですが現代社会に住み常に時間に追われている我々は手を洗うことをおろそかにし、そのせいで指に汚いものがついたままになっているんです。ちょっと触らないでくださいよ。手は少なくとも20秒こすり洗いするのが理想的。また手がきれいになるまではトイレのドアノブを触らないようにしましょう。ドアノブを汚い手で触ったら消毒剤できれいにしてください。汚いですからね。トイレは1年に1回しか掃除しなくてもいい。これ信じられます？トイレ警察がサイレンを鳴らしてやってきて逮捕されますよ。トイレは家の中で最も出入りの激しい場所ですよね。本当にたくさんのばい菌がいる場所でもあります。ユニットバスの場合はちゃんと掃除していないと病原性大腸菌がバスタブや洗面台にたくさんついているんです。専門家はバスタブやシャワー、トイレ、洗面台を少なくとも週に1回は掃除することを勧めています。ゴム手袋やスポンジ、トイレ用洗剤を使うことを忘れなく、高い化学洗剤を使いたくないならお酢と重曹を使えばきれいになって殺菌することもできます。消臭剤で空気がきれいになる。レモン、ザクロ、そしてクローブは過去に初めてトイレの自然消臭剤として使用されたものです。現在ではシーブリーズやラベンダー畑、桜の香りといったいろいろな香りのものがスーパーにたくさん売っていますよね。ですが過去数十年間にわたり科学者たちは家庭用化学物質が人々の健康に与える影響について研究し、一般的な芳香剤のすべてが健康に安全であるとは限らないということを発見しました。有害な成分が少しでも含まれているということにすぐには気づかなくても悪影響を及ぼす可能性があるのです。ですので芳香剤のスプレーを使ったらトイレの換気をしっかりすることが推奨されています。消臭剤を使った後肺をきれいにするには外で早歩きをしたり窓を開けて新鮮な空気を入れたりしましょう。専門家によると家の匂いを良くするには効果的に悪臭の循環を防いでくれるアロマハーブを焚いたり特別な拡散器を使うなどの方法を進めています。そしてもちろん一番簡単なのは定期的にトイレの換気をすること。デオドランドを人と共有してもいい。害がないと思えるロールオンのデオドランドは人と共有すると肌に様々な問題を起こします。デオドランドの中には悪臭の元となるバクテリアを破壊してその抗菌物質のおかげで安全なものもあるんです。ですが天然デオドランドには気をつけましょう。匂いを覆い隠すだけで強い抗菌物質が含まれていないからです。ロールオンの制汗剤はさらによくありません。全く殺菌しないからです。
ですので、デオドラントを特別な人とシェアするならスプレーにした方がいいですよ。トイレの蓋を開けっぱなしにしても大丈夫。ダメダメ。トイレを使い終わった後に蓋を閉めないのは非道徳的なだけでなく有害でもあるんです。目には見えませんが、蓋を開けたままトイレを流すと飛沫が便器から飛び出し1メートル以内に広がってしまいます。その水ってきれいではないですよね。汚い飛沫はそこに立っているあなたにもつくのです。ですので、そのようにトイレを流すと汚いシャワーを浴びていることになるんです。シートを下げて蓋を閉めてからレバーを押すのが正しい方法。普通のトイレが使えるのって本当に幸運なことなんですよ。国連の報告によると、世界人口の約 60%、 つまり45億人が自宅にトイレがないか、トイレがあっても安全ではないとのこと。これはどうにかしないといけない問題ですよね。ところで、2013年にトイレにとって特別な日が制定されたんです。毎年11月19日は世界トイレデーで、世界中でお祝いされているんです。知っていましたか？さて、あなたならどうお祝いします？